桜町天皇は、日本の第115代天皇、意名は秋人、陽名は若宮、中御門天皇の第一王子、母は、関白大乗大臣、この江江広の娘、女後、子、この江久子。桜町天皇開始教皇13年に立太子。同20年に、父御門の上位により戦争。即位直後は朝遅く起きて、昼近くに朝食を召し、 夜遅くまで起き、学問医よりも蹴りを好むと、右大臣の一条健康を嘆かせている。だが、後に関白となった一条健康の補佐と江戸幕府の将軍、徳川吉宗の助力を得て、朝廷の儀式の復興に力を入れ、大城祭の再復活や、新滑祭り、宝兵士などの他の儀礼の復活にも力を注ぎ、長儀の復興を通して、 天皇の権威向上に勤めていたことが伺える。延教4年当遠天皇に上位して陰性を開始するが、寛延3年に、格下昇進により31歳で崩御なお、徳富祖法の近世日本国民史以来、天皇が幕府の圧力によって上位したとする説があるが、実際には上位後においても、積極的に政治や学問の振興策を主導しており、 むしろ幕府からの干渉を避けるために陰性による政治運営を行う狙いがあったと考えられている。実際に天皇は延教三年よりたびたび上位の意向を示していたが、偽装である柳原照綱、広橋兼種の還元や陰性に反対する江戸幕府の意向もあって押し止められていたが、最終的には上位を強行したとされている。 桜町上校は表向きには、摂生一条道校を立てつつ、健康や仏家件層らの補佐を受ける形で陰性を行っている。ただ、陰性を充実させるには残された3年という期間は、あまりにも短すぎるものであった。上沢帝館の沖縄によると、生まれが元旦でその時家事がありかつ実績も、立派という共通点から、 聖徳太子の再来と言われ、歴史家としても知られた公家の柳原の李密も、演技、天略の治む以来の生代であると評したという。カラスマ三恵に、古今伝授を受けるなど稼働に優れ、漁勢は、桜町院御衆や、桜町院傍中五会和家としてまとめられている。また、祖祖父、霊園天皇の漁勢を分類して、桃水類代を残している。一条隠偶村昇進王から、 樹木道を伝授され、書にも優れた。戦闘御所の救命である桜町殿により、桜町委員と追放された。月林陵陵は、宮内町により、京都府京都市東山区今、熊野泉山町の潜入寺内にある、月林陵に事情されている。宮内町上の形式は、石造九十頭。また皇居では、高齢殿において、他の歴代天皇、皇族とともに、 天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。